ボンジョルノ、あっちゃんです。眠たい。てかめっちゃ寝たよ。めっちゃでもないな。8時間寝た。はい、とりあえずね、ソーレを作りましょう。もう喉がカスカスですわ。よいしょ、ソーレをね作って、よいしょ。まあ、昨日のね動画で多分話してると思うね。まだ作ってないねんけど、昨日ね、よし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 、昨日で元日、はい、いただきます。元日ね、夕方ちょっと前ぐらい、3時過ぎ、4時前ぐらいにやっと一段落ついてね、初詣行ってきたんで、昨日おとついのね、遅くまでライブやったんで、元日は昼ぐらい前に寝てたんで、で昼過ぎぐらいにご飯食べて、で動画もほとんど作ってなかったから、ね、作ってやってたんで、あれあげるやん予定やった動画が全部壊れてたのよ、データが。まあ原因は分かってん、パソコンのハードディスクの容量不足、でハードディスク整理しなあかんなんで、ちょっと整理して、もう慌ててね、もう動画も上げられへんから慌ててこう整理した状態。ちょっとね、ブランケットの向きが違う、横向いてる。慌ててね整理して、慌てて動画を作っとってんけど、初詣行く時間なくなるしなって、元日からしとってんけども、なんか途中でね、なんで元日からこんな仕事しなあかんねんと思ってね、でも嫌になりながらも、でも YouTuber 休まれへんわと思いながら動画作ってたんで、やっぱ子供とね一緒に、まあね、お雑煮食べてね、でで、も初詣行こうかって、あんな子供もこう横になってね、二人ここのところで横になるんだ、テレビ見ながらダラダラしとってね、寝そうになったのよ。だからもう諦めようと、元日の動画諦めていくか、また夜の動画帰ってきたら作ろうかと思っとってね、で帰ってきたらちょうどお父ちゃんがおってね、いやな、お父ちゃんっていうか、めいっ子がおった、めいっ子と喋っとって、でお父ちゃんですね、お父ちゃんも入ってきって、入ってきて、こう中入っといでって、みんなで中入ってね、めいっ子と、めいっ子の旦那さんと、めいっ子の子供と、競ってね、しゃべったりしとったんよ。で、まあ、お父ちゃんとこのお家でね、もう夜やし、雑煮食べていき、雑煮茶は、あれ、おせち食べていき。で、おせち食べとったんで、ね、お父ちゃんとかと、お父ちゃん、お母ちゃんとしゃべっとって。ね、ほんまにね、最近ちょっとね、スカート履いて、ワンピ履いてね、いつも、まあ、大谷ですんだけど、何も言われへんようになっとんだけど、あんな長時間一緒におって喋っとったのなかったんで、まあ、いろいろ喋っとったんよ。今日ね、着物着てなー言って、この画像ね、これ見せてね、着物着てきて、あそこで伏見稲荷で着物着てん言ってね、で話して、でさ、お母ちゃんが、匂っとるしええやんか言って。まあ、なんなーって、男も女も関係ないわって、やっぱ楽しいにな、思うように生きたらええねんって、ほんまに女の子に産んであげられなんでごめんなー言うて、お母ちゃん言うてくれて、お父ちゃんもお父ちゃんで別に何も、もう何も言わないなって、でお母ちゃんもやっぱ言ってくれたみたいで、やっぱり思ったように生きさせたり言って、やっとね和解ができた感じで、2021年からほんまあちゃんスタートです。ほんで家族にね承認も得て、もうだからこの町でももう女の子で生きることも許されたしねちょっと前からもうねスカートでうろちょろしてるけどもね、まあある程度暗黙の了解的なとこやってんけども、ほぼほぼ了承もうたみたいな感じで、もうすごいすっきりした2021年の幕開け、元日からそんな感じやってね、で子供とね、まあ
っちゃんも一緒にこうおせち食べて、ね、なんかおせちがね、うちは元日2日おせち食べて、で3日もねギリギリ食べるか、そうか残ったおせちをなんかこうごった煮にしたりとかね、あったかい年はね、で寒い年は3日目まで、ね、食べられるか食べようかみたいなのやったり、で他にまあね作ったもんも一緒に食べたりね、鯛焼いた鯛とか、なんだろう、数の子とか、棒だらとかそんなんで食べるんやけど、今日2日もうお母ちゃん2日3日とお泊まりのデイケア行く、デイケアとかのありくんって介護のやつ行くねんって、なんかその日やっぱりお正月みんな空いて帰る人とかもおるし空いてるから言って、お母ちゃんで行ってくる言って行くから、だから今日はもうおせち余ったらお父ちゃん食べられへんでしょ、だから一人やし食べるもんもうおせち食べてよっつって、もう食べてもうてっつって、で残しとかなあかんちゃうん言ったら、ええよええよでも食べよう食べよう言ってで今年はそんなんもあったからカニとかいろいろ買わへんかってんって言って、でいつもねその甥っ子とかも来るんだけど、甥っ子も仕事始めたから2日から仕事やって、で結局誰もおらへん、こんな状態やって、で一緒にね子供と食べに行ってきてね、でまあいろいろ喋っとって、寮ももう卒業か、光も今度高校かみたいな感じでおじいちゃんも喋っとってね、いつもね厳しいんやね、うちばあちゃんにも風当たりきつかったし、で子供にも風当たりきつかったんやけど、子供がびっくりしてて、じいちゃんめっちゃ優しいなったなって、で、まあ、学校から帰ってきたりして、なんでお家おいでや言って言ってくれてたみたいで、まあお父ちゃんもお母ちゃんもねある程度お父ちゃんも、お父ちゃん言ってた、お父ちゃん1月のいつやったっけな、十何日が誕生日なんだけど、もう年明けてもうな80何年って言ったもうお母ちゃんは84か5かになったんや、4になったんか、昨日、ね、4つ上だから確か、でなんか昨日80になったからって、もうおじいちゃんおばあちゃんやからね、多分老後とかもう老後やねんけども、不安なんやろ、お父ちゃんまだ現役で仕事してるからね、車屋、ね、もうこの年でまだ車屋でバリバリやってるけどな、って思うけど、ね、だからちょっと不安なもあるんだけど、なんか言うか言って料理ぐらいだったら作るからな言って、しんどい時しんどい時もお父ちゃんは人にしてくれても言わへんし、で作ってもね自分で作ってるパターンがあるから崩してあかんからやねんけど、言うか、お母ちゃんがいつも言ってんねん、お母ちゃんはいつもそんな、なんかいらんわとか言う子ちゃうからな、でもな頼んだらええねんって言うねんけどな、お父ちゃん、用語方々に頼まんから、ね、作って持ってったら買えた、作って持ってったら持ってったで、またかぶるでしょ、お買い物とか、そんなんもあるからな、でもうそんなん遠慮しないや、言うとって。お醤油とか塩とか使ってる言ったら、使ってる使ってる、あの醤油美味しいなぁ言うて、数の子とかつけるのもあの醤油使ってなぁって言ったら、もうなくなるやろ、まだあるって言うから、もっと使ったらええでって言うのまだ持ってくるからなぁって言うのって本当にもあの醤油ね、昔見た、昔使っとった醤油みたいな感じで美味しいわ、それも昔古式醤油やからねそんな感じでね、昨日ねそってね、で帰ってったら遅なったからね、もうね眠くってね帰ってきてね、遅まで喋っとって、ほんで帰ってってね、こういううちで子供とごそごそちょっと喋っとって寝たら3時やったからねだから昨日はね、塩水飲んでないのよ、だからなんかね、酒ばっかり飲んで塩水飲まへんかったから、ちょっとこう一日塩水飲まへんかってね、やっぱりなんかちょっと体調が微妙な感じ今日はね、ちゃんと塩水を飲む、塩水ボトルね、ストーブの前を取ったら、いがんじゃったんだよな、でね、うにゃんっていがんで、ちょっと溶けたから、硬くなっちゃったからね、もう今汚れたから変えようと思って、いがの炭酸水、これ炭酸水やね、飲んでんけども、昨日こんだけしか飲まれへんかって、あともうちょっと残ってんねんけどね、これ飲んでしまうなあかんねんけど、これ塩入ってへんからね、だから昨日炭酸水のだから塩のね、ただの水しか飲んでちょっとぽいやねんけどね、これポンってしたらストーブのところに落ちとって、ストーブの熱気でいがんでしまうんだよ
まあ、そんなこんなでね、今日は1月2日、あっちゃんの葬礼動画、まあね、ただのほんまに雑談やったけどもね、また今年もね葬礼飲みながらいろいろ雑談していきたいと思います。昨日だからね、昨日動画ほとんど上がらないんだでしょ。だから行っててね、神社行って帰ってきてから動画作ろうと思ってんけど、お父ちゃんとこそれから行ってきて帰ってきたんが夜中やったから動画がなかったのね。で昨日晩ご飯に出す予定の動画も作ったって、作ったのは作ったんだけど、それもね壊れてたんね、ファイルが。だから出されへんかって、でもういいやと思って、でもうね2日3日になって、年越しそばの動画やからね、元日の夜に出す予定の動画は、年越しそば動画やってんけど、年越しそば動画やし、もう時間も過ぎたし、もう出さんとこいいやと。で、またね、いろいろ出していきます。で、今日のね、昨日の動画、夜もね、ご飯、お父ちゃんとか食べたから動画なかったからね。まあまあ正月ちょっとゆっくりしましょう。めったにいないことやしね、いつもまあね、やかやねバタバタで休みのない YouTuber やけど、で言うとっても元日動画撮ってね、休みないし今日も動画撮って、まあね休んではないけどもね、でもまあ普段の生活からも軽くすっごい緩くしてるんでね、まあ、このあとねもうお昼になんねん、お昼まだ子供も昨日遅かったから寝とんねん、寮も自分の部屋で、ね、日川ねここで寝てもうてね、しかもね自分の部屋も作ったし、そっち寝んのんだけど、やっぱりこっち寝にくんでね、寂しいのか、だからここで寝ることが多くてね、自分の部屋もあーちゃんの元の部屋があってね、そこを改造して自分の部屋にしたんだけども、ここで寝ることが多くてね、今これ寝とんだけどもね、寮もここで一緒に残るんどってんけど、自分の部屋戻ったみたいで、おらへんわ、朝はね。で今さっき、それの水汲みに行くとき行ったら、まだなんか電気ついてなかったから寝てんねん。で、もう昼やねんけどね、昼、まあ、ちょっとね、また今日も遅昼を食べて、で今日もゆるーっと始めていこうかな。で今日昨日ね、結局そんなこんなでいつも神社行った帰ってってお風呂入んねんけどもね、お父ちゃんとか帰ったの3時ぐらいとか帰られへんながら、もう今日お風呂入ろうかな、今日昼お風呂入って、でお酒飲んでね、お風呂でお酒でも飲もうかな、で入ろうかな。ああ、もうこんなんです。はい。まあね、いいね。ね、いいの、いいの。うん、でね、ゆるゆるっとしてね、まあ、お風呂で、ね、楽しくゆるっと、大変ちゃうわ。今日も、今年も、ゆるっと楽しくいきましょう。だからスタートはね、こんなゆるゆるなスタートやけどね、もう今年三が日、ほんまゆるっとさせてくださいね。はい。ということで、まあ、動画ちょっと減るかもわからんけどもね、お正月はね、お正月あげたらまたバリバリ、あっちゃん、通常運行でやっていくんでね、これからもよろしく、私もよろしくお願いしますってことでね、今日夜ご飯はね、あっちゃん家のおせちを食べようかなと思ってるんでね、冷蔵庫から出してきていただきますね。ということで、今日のあっちゃんのそれ動画でした。あ、みんな気にしてる、おたぬきさん、ポンポコさんね、いてないの、帰っちゃったみたい。また来たらね、なんか餌あげてもいいんだけど、まああんまり餌付けするのもどうかと思うんだけどね、自分で餌取れんくなったらかわいそうなんでね、まあね、お家帰ったみたいです。はい、ということで今日のあっちゃんのそれ動画でした。またね、バイバイ。